皆さんこんにちは。非常識な人生を楽しむご機嫌高語録の時間がやってまいりました。久しぶりの更新になります。本日は52番、テーマは好きなものは好きということについてお話をしてみたいと思います。ですね、今日のテーマを語ってみようと思った、きっかけがあるんですけれども、きっかけは、私が今ですね、サックス、やってるわけなんですけどもね、こちら、やり始めて1年半になるんですけれども、ちょうどで、去年の12月かな、そのオンライン上でつながるサックスのコミュニティに入ったんですよ。で、そちらの方ではリアルの先生は続けてます。でオンラインの先生もいるっていう、そういう状態で、オンラインの先生の方はコミュニティを作ってくださってるので、そのオンラインの先生はね、24時間365日受け付けるみたいなことをおっしゃってて本当にやってるからすごいんですけれども、そちらのコミュニティにサックスをねやってるっていう、こう仲間がいるっていう、その仲間作りをしたくって、両方とも、私はリアルもオンラインの先生もマンツーマンのタイプを選んでいるので、グループセッションではなくて、そういうのもあって刺激になって楽しそうかなと思って、それで入会をしているんですね。でそこのコミュニティでとある方がね、サックスを買いたいと思ったんだけれどもみたいな、旦那さんにね、ちょっと違うのを買ってもらって、でも割とすぐにね、その3、4ヶ月って言ったかな、すぐにこう新しいのが欲しくなって、でもそれはお金的にも辛いし、今の私ではどうのこうのみたいな形を書かれていらっしゃったので、私が買い物をする時の、感覚と、その考え方ですかね、そんなのもちょっと喋ろうかなと思って、それで動画を撮っているわけなんです。で、その、一平さんっていうそのサックスプレイヤーの、方が、結婚と同じようなものだっていうね、なかなかにこう、結婚に例えていて、サックスとの、出会いはだから一生付き合うんだみたいな感じで、買う買わないみたいなのを決めるみたいなことね、おっしゃってたんですけれども、面白いなと思って聞いてて、で実はこれ今見せた銀のこのサックス、シルバーサックスは、気に入ってもちろん買ってるんですけれども、これは 2期目になります。1個目はその音楽教室がちょっと変わった、なんていうかルールを持っていてですね、そこに入る1年間もう入会して1年分の学費をそのまんま払ってくれれば、そこのオリジナルモデルですね、それを、くれるという楽器プレゼントっていうのにですね惹かれまして、とりあえず毎回レンタルは嫌だったんですよね。どの道家とかでも練習すると思っていたので、買おうとは思ってたんですけど、どのぐらいのどういうレベルを買っていいか分からなくて、初心者モデルをくれるっていうんだったら、もともと講座料金は払うつもりだったから、じゃあ全納しちゃうとか思って、それで手に入れた実は金のサックスがありました。でそれで3ヶ月必死に頑張ってですね、もともとサックスを私がやろうと思ったきっかけは、私の出版記念パーティーでみんなの前で吹くという今日を自分でしたかったので、その辺で楽器ってどうかなっていうのを楽器をやっている友人に言ったら、いいと思うよってさらっと言われて、3ヶ月で間に合うかっていう、人前で吹いてですよ、まず全然やってない状態で、他の人だったらどうかと思うけど、高子さんならできるんじゃないという気楽なコメントをいただいたので、で体験会に1回行って、私の心の中で決めてたのは、体験会に1回行って音が出ればやろうって思ったんですよ。後で知ったんですけどね、サックスは音は出やすいらしいですよね。でその後ちゃんと音色を作っていくのは大変な楽器だっていうのは後で知ったんですけど、あ、音鳴るじゃんとか思って、これ音鳴んなかったらやめようと思ってたんですよ。多分その先が大変だから、指を覚えたり、音程をやってとか無理じゃないとか思ったのと、私は音楽をちゃんとやったのは初めてで、別に自慢してるわけじゃないんですけど、楽譜が読めないので耳で聞いて、それとアイウェオとか書いてるドレミファソのドレミファをやったのと、指の形を合わせて覚えてるっていうだけなので、楽点とかが全然わかんないんですけど、
そういう状態でもできるのかと思ってチャレンジしたのが、まあ、3ヶ月でした。4月、1月に始めて4月の出版記念パーティーに間に合わせるっていうことで、1曲できればいいよねを、まあ、私としてはまあ4曲ですね、最大4曲どうにかできないかと思って覚えて頑張って、アンプですね、基本的にパフォーマンスしたい人なんで、それでやったのがきっかけです。でその、パーティーがね終わった後に、まあ、ちょっとは吹けるようになったじゃないですか。そうするとですね、もともと私はこう個性派なんですよね。だからファッションな部分もあるんですよ。もちろん音がいいに越したことはないんですよ。音がいいに越したことはないんだけど、ファッション的な感覚のイメージで、金のサックスって皆さんが持ってるじゃないですか。だからもともとサックスは銀系が欲しかったんですよ、もともと。でしかもこれはキャノンボールの、まあ、HS ホットスパーとかっていうやつでですね、実はツートンカラーなんですよね。ここがシャンパンみたいな色で、こっちがちょっと グレーっていうかメタリックグレーというか、あの艶消しタイプで、ギラッキラしてないね、艶消しタイプっていうのもポイント高かったんですよ。私マット加工が結構好きで、なんかここはねツヤツヤしてますけど、ここ艶消しタイプじゃないですか。なんかねそれがいいなとか思って、でマウスピースも途中からメタルのマウスピースにしてキラッキラしてる感じにしたかったんで、まずこの絵なんですよ。ステージに立つんならいろんな衣装を着るので、金も悪くないけど銀がいいよねって最初から思っていたので、フラッとマウスピースを買うために楽器屋さんに行った時に、まあ試奏させてもらっちゃったわけですよその普段自分が持ってないやつで、持った瞬間の鏡に映った姿が良かったんですよ。ナルシストじゃないけど、音もその 3,4 ヶ月の私なり気にも吹いても、やっぱりね、その初心者モデルより、まあ、50万に近いような値段になってくるので、まあいい音が出る風な気持ちになっちゃって、欲しくなっちゃったわけですよね。そうするとまあ店員さんのね、悪魔のささやきが、今なら無金利 無手数料無金利キャンペーンやってます、ということは分割で払っても一括で払っても同じ金額で物が手に入るということになるわけですよね。まあ私としてはもう欲しくなっちゃったからいいなとか思って、うん、それで、まあ、一旦その日は帰ったんですけど、もう一回こうネットでね、その内容とかどうっていうの、まあキャノンボール の、 そのエリック・ダリウスっていう方がね、これを好んで使ってるその演奏のシーンとか見て、すっごい軽々と回して吹くんですよね。すごいね、パフォーマンスすごいする方なんですよ。こんな振り回して、あこんなか感じでいけるんだと、まあそこまで私パフォーマンスしないけど、それでもできるんだったらいいかもしれないなって思いましてですね、まあ、それで買おうって思ってローンを組みに無金利無手数料の24回かな、2年間な、もちろんそれなりに大きい金額ではあるんですけど、まあ逆にそれを買ったらちゃんとやるだろうと思って本気で、まあ、初心者モデルをちゃんとやらないっていうわけじゃないんですけど、だってかっこいいのを手に入れて、そのかっこいいので舞台立ちたいじゃないですか。でなると舞台に立つための練習をするっていうことは当然必要になるわけで、まあそれもあって買ったっていう感じですね。だからまあ確かに高いっちゃ高いですけどね、今世の中的には分割っていう手もありますからね、最長36回とか48回とかあれば月々1万円とか1万円以下になっていきますからね、それぐらいの無駄遣い普通に1ヶ月やってるだろうみたいな雰囲気です。例えば私は食費を別にそんなケチってはいないんですけど、ね、1000円食費毎日ランチとか OL の時まで食べてましたけど、20日行ったらそこで2万円ですからね。じゃあそれを、ね、500円の、ものに変えればそこで1万円とか簡単に浮きますからね。まあそういう計算とかは特にしてないんですが、まあ
払っていこうみたいな感じで、さすがにその時現金で一括で動かすにはちょっとキャッシュが足りなかったんで、まあ分割ローンで買ったんですけどね。要は出会っちゃったら出会うよねみたいな感じなんで、だからタイトルは「好きなものは好き」って言って、要はその人生の楽しさっていうのは何だろう、先に手に入れちゃって、それがまあ金利とか確かにかかりますよ、かかるけど、その先に一生懸命お金を貯めてる間って何にも起こらないじゃないですか。だけど先に手に入れて払ってる分には、そこで例えば自分が演奏で喜びっていう価値を得ることとか、場合によっては私がものすごく上手くなるのが早かったら、それによって人に喜んでもらえたり感動してもらえるって、もうこれプライスレスの世界になってくるので。早倒しで手に入れるっていうのは全然いいよねっていうふうに思ってるんですね。だからよく貯めてからやりますとか、貯めてから買いますよりは、私は手に入れちゃってからそれを最大限に使い倒そうっていうタイプの人です。これは物に限らず、セミナーとかもそうです。その時キャッシュがなかったらローン組んででも学んじゃいます。で、学んだものは半沢直樹じゃないですけど、倍返しレベルじゃないです。私は回収必達項目として最低4倍、できれば5倍で、できれば10倍って感じで、資産を生むっていうふうにして学びを得てるんですね。で、極端な話、例えば50万円の口座行ったとするじゃないですか。何ヶ月で分割払いだったとしても、50万ってことは最低200万を作るっていうことになりますね、50万の口座に行ったら。で、実際に百何十万の口座とかも受けたことあるんですけど、それはちょっと時間かかりましたけれども、回収費目でいうと800万とか回収してます。だからそれは習ってよかったねで終わっちゃいけなくって、習ってお金に換えるために私はセミナーとかに行ってるわけなんで、必ず収益化します、習ったものは。はい、だから収益化しないって決めてるものは収益化しないですよ。例えば趣味の領域、サックスを収益化するっていうと、まあパーティーとかで吹いてますけど、皆さんから会費もらってますけど、それは別に収益化はしてませんからね、別にね、プロのサックスプレイヤーとかじゃない、それで食ってってるわけじゃなくて、私はコンサルタントで食ってってるんで、領域は違うんですけれども、その収益化っていうとこまで考えるとセミナーもそういうふうにできる。ということは、サックスはじゃあ収益化になるのかっていうと、心の例えば癒しであったりとか、やりがいとか生きがいとか、それによって出会った人たちとの関わり、私音楽家の人とそんなに話すことなんてあると思わなかったですけど、今別にプロの方バックバンドでドラムとかね、パーカッションとかギターの人とか、今度ピアノの人と組むんですけど、そういうご縁がどんどんつながっていく新しいこう人生の楽しみ方っていうのが当然できていってるわけですよね。で、そういうのはもうお金じゃない、プライスレスだから、時間が私一番高いと思っていて。時間を早めてそれが手に入るんだったら、お金は別に後からどうにでもなるよ。まあ変な話、サラリーマンの人とか若干難しいのかもしれないけど、稼げばいいじゃんっていうだけのこと。サラリーマンダメかっていうと、いや副業でちゃんとネットビジネスを覚えればある程度小遣い稼ぎぐらいはできますからね、普通に。はい、っていう感覚ですから、まあ、テーマの好きなものは好き。だから買いたかったら買っちゃうっていう。その分ちゃんと人生の楽しさっていうベクトルで楽しむのか、セミナーとかビジネスの方だったら投資回収ですね。その感覚でやるのかっていうところですね。だからローライフレックスって、まあこれもね、まあまあお高いんです。今どれぐらいなんだろう、当時28万ぐらいしたかな、まあ、これ3台ぐらい持ってるんですよ、気に入って買っちゃったからね。まあこれも格好がいいからです。さっきともう選ぶ基準一緒、格好がいい、かわいい、こうやって覗いてこう撮る感じ、格好がいいじゃないですか。そうするとこれフルマニュアルなんですよ、全部露出とかピントとか
こうやって合わせていくから、フィルムでしょ、フィルム装填も大変なんですよ、デジカメじゃないから。でも格好が良くて買っちゃったから、そこから知識を頑張って覚えた人です。まあ、 写真展とかもね8回ぐらいやってますけれども、すごい写真の技術をおかげさまで、このマニフルマニュアルを使ったがために非常に覚えて、その後デジカメになってもその知識は使えて、でまあ、デジタルの方とか写真とかも教えたりとかしてますけれどもね。だからその買ったら使い倒せばよくって、はい、高いものでも使い倒せばいいと思ってるんですよ。ただ、まあ、それこそ結婚と一緒なのかもしれないけど、すごくそこに浸透してたって、別に浮気ってわけじゃないけど、ある瞬間に恋に落ちることだってあるわけですよ。だから私今すっごいこれ気に入ってますけど、わかんないです、なんかある時また楽器店にフロッと行って、なんだかこのデザイン素敵そうって言ってピロッと吹いたら、おっとすごいいい音が出ちゃったよって言ったら、そっち買っちゃうかもしれません。で2つを持て余したらどっちかを売るかもしれません。2つとも両刀使いでいけたら両刀でいくかもしれません。そんなのはその時のご縁とタイミングで、私がどうしたいかだけのことなんで、もう好きなものは好きだからしょうがないじゃんっていうのが私の感覚です。なので、まあ、その時にいやこの古いサックスに悪いじゃんとかいう躊躇ない、要は使いこなせるかこなせないかだけで、その時の自分にどっちが合ってるか合ってないかだけの話なので、まあその段階で、まあ、手元に置いておくっていう選択をするのであれば2つとも使いながらやるかもしれないし、そうすると傷んじゃう、誰か違う人でも使ってくれればいいって言ったら、もしかしたら売りに出すのかもしれないし、思い出として手元に取っておくのかもしれないし、それはどうするのかは分からないです。そんな未来のことを考えたってしょうがなくて、今どういう気持ちでどうしたいのかっていう、そこを私は一番大事にする人なので、お金はねどうにかなりますよ。だからそれを手に入れることとか、その自分にとってのね喜びみたいな、そっちをまあ優先したらいいんじゃないかなと思うんで、もうここはね直感とフィーリングでいいんじゃねとか思ってます。だからちょっと師匠ごめんなさいって感じなんですけど、すごいねなんか真剣にこう経済的ななんとかでとか、なんか3つのポイントとかねすっごい一生懸命おっしゃっててくれたんですけど、私もそうやって電撃系で買っちゃう人で、でも買ったからにはちゃんとやります、うん、ちゃんと使い倒します。なんでまあそういう買い方もあっていいんじゃねってか、特に女の人はね割と衝動買いが多いし、それはフィーリングだし、直感は男の人よりね確実に優れてます。あんま失敗しない。だから直感信じてやってもいいんじゃないかなとか思う。なのでテーマは好きなものは好きで、好きなものだったらちゃんと使います、多分。だから私はその金のサックスを、まあ、結果そこに吹かなくなっちゃうんですよ。やっぱこっちの方が音がいいし綺麗だし吹いてて楽しいから、とするとそこに置いとくと多分錆びたりとかどんどん劣化するの分かってたんで、まあ、それで売って手放したっていう感じ。まあ大した金額にはならなかったんですけどね。写真最後と綺麗な写真撮ってあげて思い出にはしましたけど、手元にあっても持て余すって思ったんです。で使わないと劣化するっていうのも知っていて、それだったら、まあ、だから分かんないです。この、まあ、カメラも、まあ、骨董品アンティークにの部類になります。1940年代のねものになるから。で私は今所有はしていますけど、もちろん思い出のものでもあるんですが、ずっと所有してるだけでそこに置いてあるだけだったら使われるっていうことにカメラもサックスも意味があるのかなって思うと、もしかしたらどこかで手放したりとかっていうのは、誰かが使ってくれるんならその人にって言って手放すかもしれません。今はまだ手元に持ってますけどね。結局そのものに執着をなるべくしないように生きてる方がいいなっていうのが私の持論なんですよ。物に執着をするとですね、それを失いたくがないための行動に
入ってしまうんですよね。だからまあ人生何が起こるか分かんないじゃないですか。ただ一つ言えるのは、自分が生きてて何かをすることができる状態である限りは、どうにかしていける可能性が高いですよね。だからお金を生み出すこともできるし、いろいろそういうことね、楽しむっていうこともできるから、なのであまりこう物に執着しすぎない方がいい。ただ大事にする気持ちはあった方がいいっていう、それぐらいな感じです。だから分かんないです。私今はこれがすごく気に入ってますけど、もっと気に入っちゃったものが出ちゃったらそれを買っちゃうかもしれません。フィーリングなんで、はい まあそれぐらいライトな感覚でもいいんじゃないかなっていうのが個人的な私の感覚です。よって結論、好きなものは好き、その感じでいいんじゃないんですかねって思うのは私だけでしょうか。はい ということで、本日のご機嫌高五六は終了いたします。それでは。